こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。台湾の潜水艦計画は、現時点では順調とは言い難いが、やはり比べるは、豪州よりもかなり進んでいる。やはり、米国の猛烈なプッシュの中、この2つの潜水艦計画を見ていくと、状況が大きく違っていることがわかるだろう。台湾などは、もうあとは、建造するだけの話となる。だが、豪州については、未だ、仏の提案との折り合いがついていな。しかも、仏の原子力潜水艦がようやく完成したことはわかるだろう。その豪州の潜水艦計画を少し紹介していこう。なかなか進まないのは、豪州と仏のペアが行き違いを見せているのか、それとも豪州の方なのか、それか仏が遅いのか、あなたはどう？オーストラリア海軍が現在保有するコリンズ級潜水艦を更新する計画において、フランスの提案を採用したのは、2016年4月まで遡るがここに来て、また様々な意見が飛び交っている。もう時期決定から4年が経過しようとしている状態だが、そもそも原子力推進型であり、決定時点では未建造であった潜水艦を通常動力型に変更するということに、当初から懸念の声は囁かれていた。ようやく本国のフランスで2019年7月になって、大元のシュフラン級原子力潜水艦が竣工式を迎えたとも報じられたが、反面オーストラリアでの計画は遅延したままの状況となっている。ちなみにこのシュフラン級原子力潜水艦の機関部分を通常動力型に改めた艦の名称がアタック級潜水艦と呼称されており、前述のようにオーストラリアが採用したのはこちらの形式だ。このシュフラン級原子力潜水艦は本国のフランスでは合計6隻を調達する計画で建造が進められており、1隻あたりの建造費用はおよそ1830億円だと伝えられている。この建造費用を念頭に置いて考えた場合、機関部分を通常動力型に変更するという違いはあるものの、12隻を建造予定のオーストラリアの1隻あたりの費用は約5000億円まで高騰している。もともと計画に遅延が生じる以前でも1隻あたり約3750億円相当と見積もられていただけに、額面の金額だけを考えるならば相当に高額な建造費だと言わざるを得ないだろう。オーストラリアがこの新型潜水艦プロジェクトを打ち出した際の入札に加わった日本の提示額は1隻あたり約1500億円だったとも言われており、この金額はフランス案の半分以下だった。反面、海上自衛隊の最新鋭の、竜型潜水艦、東竜の日本での建造費は700億円未満とされており、これと比較すれば、倍以上となる建造費を提示していたとも言える。日本と同じく、通常動力型を求めていたオーストラリアに対し、原子力潜水艦しか建造しておらず、当初から、先行が外となっていた。アメリカは、兵装の点から日本案を推していたとされている。これは、アメリカ製の兵器システムを実装、運用している日本の潜水艦であれば、ほとんどそのままの形で導入を進められることから、時間的にも、
使用的にもメリットは高かったと思われる。しかし、当時のオーストラリアは、潜水艦の自国建造によって国内雇用などの経済対策を伴う方向性を政治的にも選択せざるを得ず、それが可能なフランス案の採用に踏み切ったとみられた。武器輸出の緩和を実現した日本からしてみれば、費用的にも時間的にもオーストラリアにとって優位性を持った提案を行えたかに思えたが、そうすんなりとは進まなかったと言えるだろう。こうした日本初の武器輸出の機会を逃したことを憂う声が上がる一方で、日本の防衛の生命線とも言える潜水艦技術を結果的に提供せず済んだことをむしろプラスと評する声も聞こえる。これは特に近年のオーストラリアの経済的な位置づけを考えると一理ある考えとも言えるものであり、オーストラリアの最大の貿易相手国が今や中国であるという現実が後押ししていることから、オーストラリアの政権そのものが中国の強い影響下にあると考える向きも多く、現在の日本が最大の仮想敵としている中国に潜水艦の情報が漏接発漏洩せずに済んだという指摘だ。この説の信憑性はともかくとしても、日本と同じく四方を海で囲まれたオーストラリアにとって潜水艦の持つ兵器としての意味合いは戦術を超えた戦略的な位置づけを持つものと言えるだろう。さらに一説にはオーストラリア海軍の中からこの潜水艦代替計画の今後の流れを考えた場合に、原子力推進型の導入も視野に入れるべきとの発言も浮上し、混乱に拍車をかけている状態だ。確かに今のペースの計画の進捗では、最終となる12番艦が就役する頃には2050年を迎えるものと考えられ、その頃には取り巻く世界環境も変化しているとは思えるが、前提を無にしたい件とも取れる。それでもそもそもが原子力推進型であるシュフラン級原子力潜水艦を原型にしていることもあり、費用を追加することで変更は可能であると建造を請け負うネイバルグループは表明した。しかし、オーストラリアは法律によって原子力の採用が規制されていることもあり、これを変更しない限り、どこまでが現実性のある話なのか、今一つ判断に苦しむ見解だとも言えるだろう。かつての太平洋戦争時には、日本がアメリカとオーストラリアを分断する作戦を実施したことで、国防に対する海上の備えの必要性を十二分に認識していたと考えれていたオーストラリア。その今現在の潜水艦導入をめぐる報道を見ると、やはり、最終的な軍事兵器は自国で製造できる環境を持つに越したことはないとの教訓を与えているかのようにも感じられる。